どうも、大輝です。今日は大阪難波日本橋にありますアニプラカフェ工房 NT ベースさんにお邪魔して商品を購入させていただきましたので、そちら見ていきたいと思います。まずは一つ目、こちらユーフィオデュエルモンスターズデスクトップコレクション。こちらですね、遊戯の小物入れ、ブラックマジャのメモスタンド、ハイバの付箋スタンド、ブルーアイズのペンスタンド、城之内くんのスマホスタンド、レッドアイズのハンコスタンドなど、遊戯王のキャラクターたちとこういった収納できるようなものがコラボしたという、まあ、商品となります。一応ですけど、まあ、アニプラさんはですね、プラモデルを主に取り扱っているお店なんですけども、こういったちょっと変わったものもオーナーさんの気まぐれ独断で仕入れてくるということで、ちょっと変わった方なんですけども、とてもいい人なのでぜひ行ってみてください。続きましてはこちら、ランドマストローゴールドフレーム甘つみな、こちら購入しました。なんでこの商品購入したかと言いますと、甘つみなはマスターグレードの方かな、そちらでしか販売されておらず、当時子供だったので少ないお小遣いでマスターグレードはちょっと高くて購入できなかったので、グレードで出てくるのを今か今かと待ってたら大人になってまして、そういったね、エピソードというか思いもあったのでこちら購入しました。そしてもう一点、こちらもね同じなんですけども、ハイグレードのガンダムアストレイブルーフレームセカンド L、 こちらもですね、当時ハイグレードでは販売されておらず、マスターグレードのみの販売だったので、今甘つみだと同じような理由で購入させていただきました。はい、というわけで、はい、僕がアニプラさんで購入させていただいた商品は以上となります。アニプラさんはですね、レンタル倉庫かな、倉庫の方をお借りしてて、そちらでたくさんいろんな種類のプラモデルを販売したりもしている大阪日本橋ではなかなか有名なお店だと思います。最新のプラモデルに関してはですね、店頭での抽選販売となっておりますので、気になる方がいらっしゃいましたら、よかったら行ってあげてみてください。というわけで、これで本日の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。